お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカゴブ小屋ディガー削りデッキですね、やっていきたいなと思います。ペッカゴブ小屋ザッピーというね、ディガープラスのポイズンで削っていく、まあ似たようなね、デッキ前あったんですけども、それのまあファイボ型、そしてちょっとエリスピマサニックで気持ちね高回転になって空にもね強くなりました。ペッカといえば基本的にやっぱこう空がきついじゃんってイメージがあるんですが、マザネックメガゴゴブゴヤエレスピで、もう一枚ね、まあ、ディガーなりウッドなりファイボなりでペッカを出さずに、対空をずっと回せられるんですよ。なので偶然ね、さっきからすげえラバとね、マッチングしてて、まあ、ラバにも意外と結構勝てるなっていう、ゴブゴヤがね、めちゃくちゃラバに強いですと、まあ、いうわけで今日はこのペッカ小屋デッキやっていくんですけど、今ですね、いや偶然なのかわかんないんですけど、すごいねゴブ小屋が来てます。昨日ババ小屋をね紹介したんですけど、なんかこのペッカゴブ小屋デッキもいるし、あとなんかねメガナイトエリババのデッキがすごい流行っていたんですが、なんかそれのゴブ小屋入りが使われていたりとか、あとなんかね三重紙にゴブ小屋入ったり、なんかね結構ゴブ小屋入れとくだけでなんだろうね、相手の攻めを待てるからとか、なんかいいんでしょうね。わあ、めっちゃいい攻め。ちょっと待って。めっちゃいい攻めされたな。これはね、僕の対応力じゃ追いつけなかったっすね。僕はもう少し若かったら間に合ったかなぐらいの、気持ちが、若干あるんですけども、さあ、超高回転の枯渇ですね。しかも、U のいて、ウォールブレーカーいて、みたいな。もう2コス、3コス、ぶっ詰めデッキな。感じがしてますね。いやーこれなー、ペッカーあんま出したくないんですけど、なんかね怖いっすよね。相手が高回転なのでちょっと怖いんですけど、インフェとかじゃないのがねいいな、スケルトン部隊とかね。さあ、でエレスピなのでちょっとだけねこの相手のユニットを処理できないので厄介ですね。うわ待って、うちのマザニク全然働かん。うん、もうさあさあさあ、いやーまあ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 、僕はねこのゴブリンバレルにはローリングと徹底ですね。その代わりウォールブレイカーはユニットで対応したいですね。さあ、というわけですごい前半押されてます。マジ押されまくってるんですけど、まあこれはこれ使っちゃっていいかな。いてー。さあ、で陸行きがねあるっちゃあるんですけど、ここまで高回転で来られると気持ち大変ですね。さあ、でまあバレルが回ってくるんですよね。相手地味に回転早いんでね。さあ、いやここはエレスピールから一旦ねウッドオンゾンのここで決めっか。よし。さあ、今相手が攻めてきたターンなので、こっからね形組んでゴリゴリでいきます。いやまずいかな、ちょっと押せんだよな多分俺が。本当はねこのウォールブレーカー完封、ああできるできる、オッケーオッケー。いやできるんですよね。さあ、でこれちょっとね嫌ですよね。でエレスピだけで守って、よしよしよし。で、ママつけて、あのプリン、ワンチャンこの辺にしとけば、吹き矢とかもね、たまたま出てくるからな。さあ、エリババがいる。エリババがいるけど、いや、頑張れないのか。いや、なんか、いや、意外と、これメガゴがいい味出してる。メガゴいい味出してて、さあ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 、いや、メガゴで勝ってる。メガゴそこまで優秀だったっけ。待って、メガゴが熱い。おっきおっき。いや、来ましたね。さあ、メガゴでタワー折るっていうね、あんまない。普通あんまないんですけども、いや、めっちゃ気づいてましたね。よし。まあそんなわけで、ちょっと怖いですが、まあ前半やって耐えてしまえば、後半ね、こっちはペッカマザネクディガーって形を作れるので、結構ね、火力も出るって感じですね。なんか序盤ペッカは意外とね、相手に火力対応されたりがあるので、基本的に序盤は出さなくていいと思いますね。まあゴレとかエリジャイとかを展開されたらメガナイトとかジャイとかね、そういった場合はペッカ出せばいいと思うんですけど、基本的にはもう小屋ディガーで一生回せるんで、そう小屋ディガー、まあマザネクメガゴとかその辺で回してで、ペッカも一生出さなくていいと思います。なんならそれの流れで勝てそうならば、もう試合中一回もペッカ出さなくていいですね。でちょっと後半流れ変えたいなとか、ちょっとエリアド取ったなと思ったらケツペッカね、してから流れ変えればいいと思います。さあ、アイスイズはバルーンとなると、まあ、ペッカバルーンかな。さあ、多分バルーンですね。ああ、ザップもありますね。で、あとはランバー。うん、違った、ヨナメガドル。ランバー、ベビドラ、ペッカバルーン。あ、スケルトンみたい。最初いたな。いや、なんだこれ。
なんかバルーンにスケルトンブート入ってますね。とりあえず、ヤナアメザップで。で、あんま考えない方がいい。良さそうですね。いやもしかしたら、なんかテスラだったかな。テスラか、インドラ入りの、まあなんかバルーン、いるんですよね。そう、バルーンロイホグが。よし。さあ、ここはまあゴブゴアで対応できますね。ゴブゴアね、結構優秀なんでね。この、だって、小屋壊れた瞬間に出てくる槍を相手は倒さないと、バルーンね、届かないんで。さあ、ザップ使ってくれる。で、トルネはね、僕の記憶じゃないと思うんですよ。そう。なので、村飛ばして、さあ、ワイスイズ。いや、ペッカーはね、相手、インドラがいたかどうかですね。インドラいたらあんま出したくないけど、まあ、LSP が一応ね、リセットとしてあるんで、まあまあまあ。わ、すげえ。なんや、そのインドラ。このインドラいる？このインドラいるのか？果たして。LSP 使わなくても良さそうだな。フリーズとかワンチャンあるのかな。いや、フリーズ僕の記憶だとないんですよね。さあ、で、ここに置くと逆サイにバルーン。ああ、同サイから来る。いや、マジか。なんか、戦いにくいっすね。では、スケルトン舞台用にね、ウッド転がして、ウッドの位置がちょっと下手っていうね。なかなか、レアなウッドしちゃった。で、ファイボー防衛してると、この豚地味に痛いんですよね。だから LSP でしっかりダメージ抑えてあげて。いや、まあ勝てそうなんだけどな。めっちゃ勝てそうなんだけどな。さあ、うわ、これはなかなかいい攻めだけど、バルーンが釣れちゃったな。これラッキーですね。あと LSP もいるんでね。この LSP 読みやなみたいな来るとちょっとやだな。うわ、待って、やばい、一発入っちゃう。いや、メガゴ、振れ！お、曲、ナイスナイスナイス。ナイス振り。で、これ本当は端前ペッカしたいんですけど、いや、やっちゃおう。あの、相手のね、あいつがやばいんですよ。そう、インドラね。でもここでこういうことして、ヤンキームーブして、あの、負けるパターンは避けたいね。避けたいけど、ここで豚で、相手はババいたっすよね。五分五分あれば守れるかな。よし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 。いや、五分五分あれば守れるんですけど、ここに五分五分使うとバルーン釣れないので、よしよしよし、こんな感じね。いや、いい、いや、ママとメガゴの相性がいい。あ、またメガゴでタワーある。だって、メガゴ、火力がこう、地味に高いんですよ、あの子。ああ、いや、それ守られるんかい。そう。だから、ね、マザネクで呪いかけたやつをメガゴがね、確実に処理してくれて、全部豚になっていくっていうね。このマザネクメガゴからのディガーのね、コンビも、それはまた強いですね。いや、メガゴこんな強かったっけっていうぐらい今大活躍してますが、あっさよろしく。ペッカやっぱ腐ってましたね。そう、相手によってペッカがマジでいらないことがすごいあるんですけど、まあペッカを出さなくても勝てるっていうのも、まあいい部分ではありますよね。さあ、というわけで、メガゴスケ、メガゴスケ、ロイジェイ、え、いや、マジかよ、リポンかよ。いや、これマジでやめてよ。変なデッキやん。トルネ剥がしてくる。いや、ですよね。いや、あれ、ファイボー打つ、打っちゃうか。打って、まあまあ、相手もトルネ使ってたし、そこまでではないと思うんですよ。で、ゴレリポンだと思うんだけどな、メガゴだし。ペッカで守れるかな。いや、これ、後ろにさ、何が来るかで世界変わるんすね、マジで。いや、何が来ると思います？メガゴでしょ？いやー、ダクネ、まあ、とりあえずダクネでしたね。普通でしたね。いや、マジクローンとか来たら発狂するなこれ。さあ、これペッカから出すかマザネックから出すか悩んだんですけど、まあまあ優秀なんでね。で、まあゴレを溶かしたいで、うわ、めっちゃ高回転だ、超高回転エリポンみたいな。さあ、うわ、いい、いや、いいで、 LSP いい感じの、いや、 LSP いらんか、これ、あの、せっかくなら豚にできたんですよね。豚にできたけど、お、相手の、お、これでも、あれだ、またまた、奇跡ある、これある。あの、さっきと同じ、メガゴで、あー、これ、間に合ってればもっと熱かったけど、まあ、十分、いや、いらなかったな。うん、エリポンあるし。いや、でも、いける。いや、超高回転、エリポンこれ、スケ入ってましたからね。ゴレにスケとエリポン入ってるかな。で、このメガゴはまあ、受けていいか。さあ、小屋で、あとはプレッシャーかけて、まあ、エリポンにファイボー、打っていいと思うんですよね。そう、回転早いから、マザネクとLSPいるし、ダクネも怖くないんでね。よしよしよし。
まあ、2周目ゴレとか2周目ダクネとかされてワンチャン突破されるかもぐらいはありますけど、さあどうせ高めにゴレ来るんでね、ちょっと高めにペッカ合わせちゃって、あれ5ウッドとかですげえ溶かしたいですけどね、よくねえのかな、よくねえのかな、いやちょっと怖くなってきますよね。うん、相手もこうそこまでユニットをね大量に追加してくるわけではなく、わあこれめっちゃいいな相手の。いやでも俺のこの超低めエレス見た、みんなでライトニングもあるんだな、ね、そこはちょっとやだな。よし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 、いやいいね、いいねいいねいいね、これ繰り返してば、このだってゴレ受けでペッカも 1,2 発殴ってくれるんじゃない、まあ、殴らねえのか、いやめっちゃいい立ち回りそれは。さあでライトニングがあるんでね、ここでマザネコは1回温存ですね、1回温存して、さあディーガーで削っていきます。でライトニング打ってきたらとか、まあ、こういったところでね、さあマザネコ追加して相手はねいろいろ守んないといけないぞ。さあペッカターン、ペッカターン生まれて、もういじめ、いじめ始まりますこれよしよしよし、いやさすがに諦めるよなこれは。オッケーオッケーオッケー、いやー鉄壁ですね。エリポンとかあるとね、ゴレとかにもすごいひっくり返されそうな気がしますけど、いやめちゃくちゃいいね、ママとメガゴの相性が良すぎるというかね、めちゃくちゃ頑張ってくれてる。よしさ、いや何にでも勝てるなこれ、何がきついんだろう、あクロスとかか、あめっちゃ防衛課題デッキとかだと僕の削りが結構ディガーぐらいしかないので、まあ、クロスぐらいですかね、きつそうなのは。あとはなんか幅広くいきそうですね。さあよろしく、まあ、とりあえず小屋、とりあえず小屋から、あこれキングギド狙いたいな。さあ LSP をまあとりあえず流してくるってことは、まあキングギドされてもいいデッキの方がまあ可能性としては高いですよね。まあロイジャイとか、まあ、クロスとか、あそんな感じですよね。わかんない。ナイトだからホグとかもあるしね。さあ、スケ。スケナイトされたらディガー受け合いって結構きついんですよね。普通はね。ファイブだったの？さあ。おお、よりゴブ。よりゴブ。よく頑張ってんな。さあ、スケ LSP の、いや、クロスだと思うんですけどね。どうだろう。クロス、あれ？マスケ？2.6 億？いや 2.6 億の LSP はミリぐらいありますね。ミリぐらいありますね、可能性がすごい。さあ、いやでもミリだな。ナイトだもんな。2.6 じゃねえしな、もう。可能性ミリもねえわ。よし。さあ、で、どうせスケで受けてくるんでね、このやりゴブがね。やりゴブ。いいちょっかいだ。さあまあまあまあ、いやなんだ、ナイトマスケですからね。いややだな、このマスケで小屋壊されるので、ウッドで剥がされるっすもんね。さあ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 、まあ、ナイト殴ってほしいな。いやなんや、ナイトマスケでしょ。いやクロスとホグ、いやでもホグだったらもう飛んできてもいい気がするのに飛んでこねえからな。どっちや、これでクロスとグじゃないパターンはゼロですね。あー、テスラだったんで、クロスですね。さあ、ナイトマスケ型のクロスですね。まあ、マスケがちょっとめんどい気がするけど、まあ、言うてちょっとっすね。まあ、どうせ防衛クロスとかされるなら低めに置いちゃっていい気がするな。さあ。で、このメガゴがね、意外といいですから。スケもだし、ナイトもだし、全部やってくれるんでね。よし。で、まあ、ここを守れれば、無理して攻める必要ないです。僕、ディガーがあるんで、まあ、守ってディガー削りが一番こう、正しい立ち回りだと思うんですけど、僕今、5打ってたらクロスちゃけられますね。いや、そうなんですよね。よし。さあさあさあ。相手のマスケ、安っけどね、結構。で、まあ、スケが、スケが来たか。やべ、これ相手のマスケが、このマスケで、削られて負けるかもしれん。これマスケで、やべ、これマジで、これ本当に笑えない。このマスケで負ける。このマスケで。いや、マジで。マスケで負ける。これやべえかな？あ、やべ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やってもって、やってもって、LSP 起こせ、LSP。俺に LSP 起こせ。LSP 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 が全然ねえし、マザネク左隅っこにすればよかった。やばい。やばい。いや、待って。笑えん、笑えん、笑えん。本当に。本当に笑えんけど多分負けた。もうファイブを打っとけんなりしたね。ペッカで受けてれば多分
もうちょっと戦いましたね。しかも僕ディガーあるんでね、そうディガーとファイボーと回転早いので多分いい試合にはなってましたね。間違いなくいい試合にはなってた。いやーなんかしょうもねえミスやっちまってですね、はい、耐えて耐えて、どうなんだろうな、もう耐えゲーっすよね。僕は耐えて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 、もうディガーとウッドでかすり傷与えながら戦っていくんすけど、まあどんぐらい入ってくれるかぐらいな気がします。さあまあそんな感じでスケバレですね。いやゴブゴヤ高えな、癖が強えんだ。さあホバリングとスケバレ、いやゴレックロやんけ。確定ぐらいでゴレックロやんけ。あのゴレックロにもちょっと強そうだけどな、これ LSP5 ウッドですよ。しかもペッカーってマザネカって、いやこれ勝ちたいけど、これでも負けるのがゴレクロの強さなんですよね。うん。マジで。ダクネつけられてクロノされるだけで、まずここ防衛できるのかっていうね、ところがあるんで。さあ、気合でね。いやー、スケドラとかだったら速攻ファイブ打てるんだけどな。あ、LSP ねえから、あのコウモリマジで剥げる。やべえ。やべえよ。やべえよ。よしよし。いや、でも、ここの、神 LSP で、いい感じに、いい感じに掃除して。よしよしよし、ナイスナイス。で、ママが、あ、ママがダクネを攻撃してくれないとやばい。で、ウッドでちょっと早めに処理して、OKOK。いいウッドでしたね、今の。で、ちょっとあ、待って、コウモリ、コウモリ待って、邪魔邪魔邪魔。OK! よくやったよくやったよくやった、OKOK。いや、これ耐えれる耐えれる耐えれる。耐えて。いやー、痛えなー。これで負けるもんなー。つえー、つえーよ。よし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 。まあまあまあ、耐えてしまえば、あれでクローンだから、削れないんですよね。そう、僕のタワー削れないからゴボが大事になってくるな。うわー、ちょっとだけコストが、もうちょっとコスト欲しいな。さあペッカママですね。で LSP をコウモリに使いたいけど、ダクネ処理後にも使いたいっていうね。いやこれゴボが置いた方がいいかな、さすがに。置かんとやばい気がするけど、置いてもやばい気がするんだよな。積み5ウッド打ちてえな。あーなんかあれ結構控えめっすね、攻めが結構控えめなんだよな。よしよし、いやーそこそこにいい防衛してるけどな。これでこれでギリギリだもんな。マジかよ、やべえ。ホバにファイボテってすけど、ダクネパーティーやられるかな。正直これもしホバ来てもタゲ取れるようなペッカーっす、ね、小屋をね殴らせたくない。 LSP 早め、オッケー、この LSP が飛んだらもう終わるっす、ね、いやマジか、いや俺のペッカが、俺のペッカがやべ。よしよし、待って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 、いやルート強さ入ってる、ルート強さ入ってる、バカ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 。 LSP、 よしよし、いやあるある、全然ある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 な。これ相手やなめ、何か来る、ハシペー、端っぺで止めて、いや全然ある、マジで全然ある、全然ある、本当にある、マジである。なんなら勝った、なんなら勝ったは言い過ぎ、勝ったは言い過ぎだけど、豚にして、豚にして、ヤナミ2周回すけや、ヤナミ2周回させるな、回させるな、回させるな、回させるな。で、あれ、ファイブしたいけど、ファイブ打ったところでだと思うから、いっぱいユニットね。いや、マジで、時間との勝負、時間との勝負、時間、相手の足止めやめろ、ヤナミ、ヤナミ、マジでくんの、ヤナミ、本当にくんの、ヤナミ、なんなら耐えれるんじゃね、うっ、ごげ、あぶねー、死にそうマジで。でヤナメのダメージなんぼ。これヤナメ耐えてたら俺の今のね、頑張ったの無駄です。複数になっちゃった、申し訳ねえ。さあ135ですね、やっぱ耐えてましたね。オッケーオッケー。というわけで何がきちいかってゴレクロが一番きつかったっすね。相性そうなのな。ちょっと皆さんもね、これゴブがでっか結構強い、 LSP もねいい味出してますね。回転速くなるのでぜひね、ペッカはあまり出さずに立ち回ってみるとめちゃくちゃね、使いやすいと思うので、ちょっと使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。